日本スケート連盟は11日、フィギュアスケートのペアの三浦陸、木原龍一、木下グループ、組が全日本選手権21日開幕、長野を欠場すると発表した。木原の腰椎分離症が感知していないため、写真、歓喜の抱擁、 昨季の世界選手権を制して抱き合う三浦と木原二人は連名を通じて、日頃より温かい応援をありがとうございます。全日本選手権に出場できないことをとても残念に思っています。次戦の出場を目指し、再び皆様の前で滑ることを楽しみに、引き続き練習に励んでまいります。今後ともどうぞよろしくお願いいたします、とコメントした。 りくりゅうの愛称で知られる2人は昨季、GP ファイナル、四大陸選手権、世界選手権を制して、年間グランドスラムを達成。今期は木原が腰を痛めたため、オータムクラシックで2位に入った後は GP シリーズのスケートアメリカ、NHK 杯を欠場していた。また、2人にとって全日本は20、21年はコロナ禍。 昨年は航空機の大幅遅延とロストバゲージで出場できず、4年連続の欠場となった。